学校の休み時間ってどう過ごしていいかわからないよね。そんなことないだろ。皆さん、こんにちは。暗い青春時代を送った霊夢です。将来の夢は、港区女子になることだ。時間こじらせてんじゃねえよ。今回はジブリ飯、シータのシチューを作っていくよ。ちょうど寒くなってきたし、温かいシチューなんて最高だな。問題です。温かいシチューと初めてのチュー、どっちが最高？いや、それはどっちも選びがたいけど、やっぱり、初めての体験というのは貴重だしな。ちょっと何言ってるのかわからない。なんでだよ、しかもまだ答えてもいねえよ。まだ始まってもいねえよ。そんなかっこいいセリフは言ってないんだが。玉ねぎにシータを描いてみたよ。似てねえじゃねえかよ。似てる、似てないの問題じゃなくて、定食を食べた後にお金を払わずに食堂を出たってのが問題なんだよ。人間の話にすり替わっちゃってるじゃねえかよ。似てる、似てないの問題じゃなくて、人がいつまで生きるかよりもどう生きるべきかって方が大事だよ。問題が壮大になっちゃってるじゃねえかよ。まずはジャガイモの皮を剥いていくよ。ピーラーは簡単でいいよな。だけどピーラーで皮をへがれるジャガイモの気持ちも考えて。いや、どういうことだよ。じゃあ、あなたの家族がピーラーだったらどんな気持ちがする？そんなことあるかよ。仮に好きになった人が過去にピーラーだったとしても心変わりはしないと言える。もはや何の話だよ。一つだけお願いがあります。なんだなんだ。私のことは嫌いでも、ピーラーのことは嫌いにならないでください。人参の皮は剥かない派だよ。身と皮の間に栄養があるって聞いたことあるよな。お風呂では髪から洗う派だよ。知らねえよ。シャンプーは何使ってる？シャンプーはリンスと一緒になってるやつを使ってるぜ。お風呂の話を広げたとしても、その先には何もないよ。お前から仕掛けたんだろ。お前から仕掛けたんだろ。そんなこと言ってねえわ。癖が強いんですね。お前だよ。今回はズッキーニも入れていくよ。ルックスからして美味しそうだよな。人を見かけで判断してはいけないよ。ズッキーニは人じゃないけどな。人じゃなかったら何なんだ。野菜だよ。野菜なんですね。わかりました。わかりました。大島さん、小島、玉ねぎも切っていくよ。顔剥がれたとこは映さないで。ぼかすんじゃなくてカットすればいいだろ。たたきの人間には手を出しませんね。危ない人のインタビューはやめろ。いよいよビーフシチューのメイン、ビーフだ。いや、ちっちゃいだろ。えへえへじゃねえよ。野菜の量に対して明らかに小さいだろ。増えていく人間に対して地球は小さいよね。話を壮大にしてごまかすのはやめろ。273年、これが限界でした。貧血かよ。貧血でもいい。私は精神的に豊かな人間になりたいんだ。うん、それは大事。バラバラになった人たちが勢揃いしたね。怖い言い方はやめて。じゃあぼかしを入れるよ。カッとなってついやってしまいました。怖い人のインタビューはやめろ。肉の下味にはいつもソルトエンドペッパーを使うんだけど、今日は違うのか。今日はこれを使うよ。粗挽き塩コショウ。結局ソルトエンドペッパーじゃねえか。違うよ、ソルテンペッパーだった。これこのままステーキとして食べたいぐらいだよな。本当に食ってんじゃねえよ。今日の料理はステーキってことで丸く収まらないでしょうか。丸く収まるかよ。丸く収まらないんですね。わかりました。じゃあこれで、これで解決しようとしてんじゃねえ。野菜をざっくり炒めたら、なんかだんだんめんどくさくなってきました。頑張って作ってくれよな。外注しますか。自分で作れや。あ、はい。水を入れて煮込みながらアクを取っていくよ。香り付けにはこれを入れるよ。緑の葉っぱだ。危ない言い方はやめてくれ。緑の葉っぱだ。道理だな。具材が柔らかくなったらルーを溶かして、再び煮立ったら完成。じゃあ、マリサ食べてみて。うまい。野菜もたっぷり食べれるし最高だよな。一言いいですか？なんだなんだ。今回はジブリ飯だったんだけど、これ、ただのビーフシチューだよ、ね。お前が作ったんだろ。まあ、美味しいからいいか。これにまとめようとするのはやめろ。